佐藤拓磨です。ぜひ SRSK で、チャレンジしてください。奥住自衛が白いからこれ分かんなかったんですね私白くなってます奥住自衛今シーズン。さあその後ろの森山統制、横から鶴田の中田今スタートを切っていきました。第1コーナー奥住自衛うまく入っていきました。その横、あーそしてカーナンバー10番止まってしまいます。原まだ虎之助がホームストレートで止まってしまいました。さあトップ2は奥住自衛、その後ろに中田シュートがつけています。3番手争いは長い列の先頭争いという形になって前からは少し離れておりますけれども、3番手にはマットクロックだったら鶴田哲平か高口大輔か、そしてその後ろに鶴田哲平がいるようです。5番手には森山統生、6番手にはカーナンバー30番のリチャンジョンというオープニングラップとなっております。最終コーナーへと向かってきます。カーナンバー6番中田シュートがトップに躍り出て、2番手の奥住自衛が一気に後退、後ろに捕まってしまいました。さあ奥住、そして高口、さらに鶴田という3体が今1コーナーへと入っていきます。2番手3番手4番手争いです。その後ろには森山統生とリチャンジョンというこの2台が追っています。7番手からは前からは少し離れています。しかし7番手争いも3体のバトルが続いています。7番手吉田圭と8番手に白石正則が上がってきまして、そしてその後ろから平響も上がってきているでしょうか。この第2集団は平響も上がってきています。トップ中田シュートは単独、奥住自衛はポジションキープできるかどうかというところ。後ろ高口ピタッとつけています。鶴田は少し離れました。5番手争い最終コーナー、インサイドで6番手7番手争い、さあここで上がってきたのが平響だ。平響15番手スタートから上がってきました。一気に現在6番手まで上がってきます。先ほどは味方ラベル回りタイムがほとんど測れない状態で帰ってきました平響、最後尾からのスタートも今5番手6番手争いをしています。現在5番手はリチャンジョン、その後ろに平響、この2台のバトルが今 S 字に差し掛かっておりますが、平の後ろには森山統制もつけておりまして三つどもえのバトルとなっています。少し離れまして相田蓮、白石正則、岡崎直人というニューカマーも頑張っております。トップ3はだんだんと詰まってきました。中田シュートが逃げるかと思われましたけれども、ぐーっとまた近づいてきます。3周終了、4周目、この中でファーステストを叩き出しているのは追い上げている平響です。現在平響5番手。さあそのトップ3が3コーナーから4コーナーでバトルをしています。奥住自衛がトップに戻ります。さあここがバトルをすればするほど追い上げている平響にはチャンスが巡ってきます。平響今下り 25R で単独 5番手です。6番手に森山、その後ろにリチャンジョンでしょうか。トップ4がかなり競り合っているので平響にとってはこの展開はキープしておいてほしいところ。さあそして2番手3番手入れ替わっていく。高口大輔インサイド飛び込みまして2番手に浮上。3番手に中田シュート、4番手鶴田、5番手平響はまたもやファーストストを更新しました。奥住自衛に匹敵する、それよりも速い51秒803を叩き出しています平響です。 S 字から下り 25R に向かっています。2番手3番手は高口大輔と中田シュートで競り合ったまま、4番手には鶴田哲平、2番手3番手4番手争いがぐっと縮まってヘアピンから立ち上がってくるところなんですが、さあ S 字から最終コーナーに向かってはどうでしょうか。2番手3番手ぐーっと縮まっていくんですけれども入れ替わりはありません。後ろから鶴田哲平が、そして怒涛の勢いで平響が追い上げてきます。現在5周終了、予選落ちはありませんのでこの結果が決勝のスターティンググリッドになります。さあそして今7番手8番手あたりも
激しく競り合っているかって言ったでしょうか。リチャンジョンと白石正則あたり、トップ5からは大きく離れましたけれども、6番手7番手ここも競り合っています。これはリチャンジョンが森山統制をかわしたんでしょうか。下り 25R ピタッとつけていますね。そこから少し離れて8番手が白石、その後ろが相田、岡崎、大宮健人もここに加わってきたでしょうか。さあ、そして平響がついにトップ4を捕まえました。残り周回数4周というところ、ファステストを連発して追い上げてきた平響、この周回もファステスト51秒571、2番手3番手のドライバーも自己ベストは出しているんですが51秒8、平はそこよりコンマ3速い。まずは鶴田哲平が捕まった。3コーナーから4コーナー、鶴田哲平が捕まる。今年は表彰台乗りたい鶴田、そのためには平も倒さなければいけない相手なんですが、後ろから近づいてこられました。下り 25R、次のヘアピンあたり平は来るか。そして前は前でやっている、高口大輔飛び込む。そして立ち上がりが鈍る、後ろが迫ってくる。そして平響は S 字で4、 S じゃない、試験員で4番手。そして最終コーナーではサイドバイサイド、5台ワンパックになりました。ホームストレート、高口大輔がこのヒート初めてトップに立ちます。奥住、中田、平鶴田というこの5台、おお、平響き3コーナー手前でインサイド飛び込んで、中田シュートをあっけなくかわしました。伸びます、平響き。さあ、そして下り 25R、 これは一気にズバンズバンいきそうな、そんな勢い。残り2周半あります。十分トップに立ちそうだ。15番手最高列からスタート、平インサイド、奥住陣営の因果は入った。奥住アウトサイド、戻れない戻れない。奥住4番手、4番手で戻ります。そして平は2番手に浮上。最終コーナーから高口と平、タイムギャップがコンマ5。さあ、皆さんどう見ます。先ほどの周回、高口は51秒8、平はパッシングをしながら51秒7です。残り2周です。追いつくか、かわすか、高口が守りきるか。あと3コーナーのところでいきなりトップ、ああ、これはいなくなってしまった。鶴田哲平がスロー、奥住はなんとか残ってるか。いやー、トップ5の中から1歳いきなりスパーンと消えてしまいました。トップは高口、2番手に平、3番手に中田、4番手奥住、そして5番手にリチャンジョン、その後ろのこの集団7番手争いだったんですが、こちらが繰り上がりとなりまして、白石、その後ろに鶴田がいますね。そして森山、相田というオーダーで今1コーナー入ってきます。蛍光イエローのヘルメット岡崎、その後ろが大宮健人。残り1周ファイナルラップ。さあ、ここで平響が3コーナーから4コーナー、どうでしょう。高口の後ろにぴったりつけているんですけれども、まだいけないけど狙ってる狙ってる、高口はそれ分かってる。さあ、どうだ。ヘアピンではお互い動かない。高口も締めたりしません。最終コーナー勝負か、試験員から最終コーナー。平はもちろん狙ってくる。高口はどう動く。アウトサイドからスピードを乗せていく方向、懸命な選択か。最終コーナーから立ち上がる高口、ギリギリトップ。2番手平、3番手中田シュート、4番手奥住陣営、5番手リチャンジョン、わあ、そして6番手争い、どっち、白石かそれとも鶴田か。白石かな。